皆さんこんにちは。Bレジェンド管理用紙のぬのめです。今日は、健やかな成長を、促すためのサプリメントについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。お子様の成長ですねについて、悩まれている親御さんってすごく、多いかと思います。セミナー行っていても相談を受けることがすごく多いです。で、成長というところで、一番関係してくるのが骨かと思うんですけれども、骨の成長のピークというのは二十歳ぐらいというふうに言われていますので、その二十歳までの間の成長期にあるお子様はですね、できるだけ、骨の栄養というのをしっかりとっていただきたいなというふうに思っています。で、身長というのはですね、ある程度、遺伝で決まって、いるところはあるんですけれども、その決められた遺伝の中で最大限に伸ばすということが、とても重要になってきますので、その伸ばすためには、しっかりと栄養をとることがですね、必要になってきますので、ぜひそこを、意識していただきたいと思うんですけれども、やっぱりですね、骨の成長というとカルシウムですね、カルシウムが、すごく重要になってきます。そして、体自体の材料を作るというところで、タンパク質ももちろん必要になってきます。でカルシウムという栄養素はですね、吸収率が、悪い栄養素としても知られておりますので、そのカルシウムの吸収率を、上げるために、一緒に摂りたいのが、ビタミン D という栄養素になります。そしてその、ビタミン D をですね、一緒に摂ることでカルシウムの吸収率を上げて、でその、取り込んだカルシウムを今度骨に引き込むためにはですね、ビタミン K という栄養素が必要になります。カルシウムと、タンパク質、そしてビタミン D と K が、入っている、こちらのジュニアプロテインですね、こちらをすごくおすすめさせて、いただきたいと思います。こちらはですね、タンパク質の含有量が、ちょっと味によって、それぞれなんですけれども、どれも、11.4g 以上タンパク質入れておりまして、そして、カルシウムがですね、1食で 600mg、取れるように作られています。このタンパク質とカルシウムのこの高配合はですね、国内で最高峰の水準で高配合しておりますので、すごくいい商品になっているかと思います。で、さらにビタミン D と K も入れてますので、本当に骨の成長に特化した商品となっているかと思います。で、こちらはですね、1日1杯飲んでいただきたいんですけれども、普通にお水で溶かしていただいて飲んでいただいても結構ですし、もちろん牛乳で溶かして飲んでいただいても、いいかと思います。やっぱり成長期って本当に多くの栄養が必要になるんですけれども、本当はね、3食の食事しっかりとることで、補えれば、それに越したことはないんですけれども、運動していて、普通の、生活しているよりも、エネルギー消費量が高い場合ですとか、あとは好き嫌いがあってなかなか、食べられないものが多かったりとかっていうお子様にとってはですね、こういったものですとか、あとはですね、このビタミン&ミネラルという商品もいいかなというふうに思っています。特に野菜嫌いだったりとかっていうお子様はですね、ビタミン不足しがちになりますので、で、ミネラルもね、なかなか食事の量が、少なかったりとかすると不足しがちな栄養素になりますので、こちらのビタミン&ミネラルはですね、ビタミンが、12種類、入っていて、ミネラルが9種類入っておりますので、不足している栄養素もですね、補うことができると思うので、もしちょっとお食事しっかり、ちょっと取れてないかなという場合には、使っていただくと、十分な栄養が補給できるかと思います。おすすめの、摂取タイミングなんですけれども、毎回言っておりますが、薬ではないので、このタイミングで絶対に飲まなきゃいけないというものはないんですけれども、こちらで、このタイミングがよりいいんじゃないのかなって思うタイミングとしては、まずジュニアプロテインをですね、運動直後ですね、タンパク質も入っておりますので、筋損傷の修復にも使えるので、運動直後に飲んでもらえるといいかなというふうに思います。
もし運動しない日でしたらね、まあ、どのタイミングで飲んでいただいてもいいかと思います。で、ビタミン&ミネラルもですね、こちら、まあ、1回でですね8粒飲むんですけれども、一気に飲んで、しまっても忘れてしまうという場合に、ね、一気に飲んでしまってもいいんですが、まあ、できればね2回ぐらいに、朝とですね、夕食の後ぐらいに飲んでいただくと、いいかなというふうに思います。それではですね、今日は、健やかな成長を促すためのサプリメントについてお話しさせていただきました。ありがとうございました。